雑誌売り上げにも明らかな格差。キング・リンチェプリンス VS ナンバー I 悲惨な争い争い。近年、ジャニーズ事務所から独立し、トベエンターテイメントに所属する神宮寺雄太、平野志耀、岸雄太。彼らはかつての、キング・リンチェプリンス 2CI 用のメンバーでジャニーズ肩書きを捨てたにもかかわらず、大きな成功を収めていますいます。 しかし、一方で、ジャニーズ事務所に残った金プリメンバーは、ますます厳しい状況に立たされているようです。神宮寺優太、平野市洋、岸ゆうの成功。戸部エンターテイメントに所属する神宮寺優太、平野市洋、岸ゆうは、ジャニーズ事務所を退除してからも、非常に活発な活動を続けています。 特に彼らの雑誌の表紙起用に関する話題は大きな注目を集めています。10月25日、トベエンターテイメントの公式 SNS は神宮寺ゆうたがメンズ誌 GQ ジャパン12月号特別版の表紙に登場することを報告しました。その結果、同誌の予約が開始されてからわずか半日で重版が決定したとの報道がありました。 これは神宮寺雄太の人気が絶大であることを証明しています。さらに、平野仕様も彼に負けてはいません。ファッション誌、エルジャポン、11月号特別版の表紙を飾り、その予約が9月19日に開始されると、SNS 上で、エラジア版、平野仕様がトレンド入りするほどの反響を巻き起こしました。 さらに翌20日には重版が決定したとの報道もあります。平野は自身の SNS も非常に巧妙に活用しており、ファミリーマートのみんなのレモネードを飲んでいる姿を投稿したことから、この商品の売り上げが急上昇しました。 さらに、この商品は小児がん啓発団体、一般社団法人みんなのレモネードの会とのコラボレーションで、売り上げの一部が小児がん患者の子どもたちを支援するために寄付される仕組みになっていました。平野の投稿が社会貢献につながる結果となり、多くの人々に感銘を与えました。一方、シユータは飛べエンターテイメントに入所してまだ日が浅いですが、 彼についても注目が高まっています。ティワンアイスクリームの期間限定フレーバーハッピーフレンズお猿のジョージが売り切れ続出、四季シユータ効果と呼ばれるようになりました。お猿のジョージに似ているとの声もあり、多くのファンがシユータの存在を高く評価しています。キンプリメンバーの苦境。一方で、 トベエンターテインメントに移籍したメンバーたちの成功に比べ、ジャニーズ事務所に残った金プリの長瀬角と橋山は苦しい状況に立たされています。長瀬角は11月8日に雑誌、ウィズの表紙を飾りましたが、神宮寺や平野とは対照的に雑誌が重版されたことは特に発表されていません。これは彼の表現力や影響力が低いことを示唆しています。 また、今年8月には、キンプリの二人体制で初のアルバム、ピースがリリースされましたが、その売り上げは厳しいものでした。オリコンデリーアルバムランキングによれば、推定売り上げ枚数は26.4万枚にとどまり、過去最低の売り上げとなりました。メンバー3人が脱退したことが影響したのかもしれませんが、その際は驚くべきものでした。 トベエンターテインメントに移籍した人従ジ・ユータ、平野志キ岸ユータは、ジャニーズ肩書きを捨てても大きな成功を収めています。その一方で、ジャニーズ事務所に残った金プリのメンバーたちは苦境に立たされており、過去最低の売り上げに苦しんでいます。彼らの成功と挫折の差は、今後のジャニーズエンターテインメントの方向性についても大きな問題を投げかけています。